名前でおならをしてしまって、完全にバレてしまったことありますか？その時はどんな感じになりましたか？まあ、そうですね。なくはないですね。あります。はい。完全にバレた。バレてしまったと思います。電車の中だったんですけれど、まあ、ちょうど駅着く時の直前ぐらい。ドアは開いたので、匂いはそうでもないんですけれど、音が結構しました。隣にいた、全然知らない人が、みたいな、みたいな、すごいなんか、顔してました。いやー、全然知らない人だったんで、あれなんですけれど、バレたとかってちょっと思いました。はい。いいです。初体験は何歳頃の頃ですか？印象に残った出来事を教えてください。初体験ですね。初体験は、19歳ですかね。大学の時に付き合ってた彼氏とラブホテルに初めて入りました。お互いそんなに緊張していたんで、どうしよう、何するの、これどうやって使うのみたいな、こう、初めてラブホテルに入ってドキドキして、ね、いろいろ探検じゃないですけど、部屋を眺めたりとか、まあ、使うものを見てたりとかって言って、ドキドキしながら初体験しました。会話とかは特にあんまりそんなになかったんですけれど、どうしたらいいんだろうみたいな感じがすごくありました。その時ローションをいっぱい塗るといいよみたいな話があったんで、音をした時は痛くはそんなになかったんですけれど、まあこんなもんなのかなみたいな感じで、そこまで気持ちよくもなく、ドキドキしながら行為をしていたっていうような初体験でしたかね。はい。はい、というわけで女子部屋でした。マリとお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいな。あと質問もお待ちしております。